疲れです。フランスでも来ますよ、一人で考えるの、うん、男性さっきライスになります。初めて見た。これなんかご飯があれなんですね。サフランライス。はい。あの本物のサフラン。高いです。高いって言いますよね。高いですね。ビルムケースにちょっと入ってる3000円ぐらい。なんか入れた方が美味しいですね。ああ、全然違う風味が。美味しい。5グラムで3600円なんで、グラム。そんなそうですか。銀より高いね。マジで。すごいですよね。宝石じゃないですか。ちょっとじゃあラーメン方式で。僕、アウサガです。市内に住んでるかと思って。そうそうそう、アウサガも一応市だけどね。あ、まあ、確かに。よいしょ。すみません、ありがとうございました。よし。あ、美味しかった。なんと、ホット安らぐオムライスだったんでしょうか。なんと、ありがとうございます。うわ、それは願ってもない。ラッキーですね、今日。なんと、いいことがありました。いいお疲れ様です。連絡係ありがとうございます。無事に着きました。ありがとうございます。お疲れ様です。
あ、お出汁がまたすごい、ね、肉じゃが、はい、どうぞ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、おいしい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 、ちょっとこういうことしちゃってもいいのかもしれないですね。こういうことですね。巻き巻きだと。ローストビーフローリーですね、これ。アジ。それからこの白身がイラです。ね、何ですか？イラ。イラ。イラっていう魚だそうです。で、この隠れてるところが天然カンパチ。本マグロとサーモンです。食べたかったやつ、天然カンパチ。イラ。白身がイラ。見た目はヒラメみたいな、ね、とろけます。今割と立ってる。命に一応行けるってすごいですね。行くちゃいましたね。行くでしょ。もう前から遊んだけど、最高走っても20キロだったんだけど、練習で、でそれ以降のが全然自分のイメージ、ウォーキングに切り替えて、松本の周りぐるぐる回ってるんですけど、ダンスしてるんでしょ。ダンスしてる。ダンスしてる。弾力が鳥。あ、ヒラメっぽいですね。あ、そうなんですか。なんか、宇都宮、どっち切ってみると、宇都宮が意識しちゃうよね。宇都宮ってまあまあほら開けてる。そうですね。でしょ。いや、でも隣だからね。いや、いや、関東と宇都宮全然違いますよ。栃木だって日光でしょ。日光だよ。日光ありますもんね。猿のイメージしかない。いろは坂的な。え、でもあの、走り屋さんの聖地だからね。そうなんですね。走り屋がもう田舎だから。それも走り屋、猿、ゴルフでしょ。こんなのってもう田舎のイメージだな、僕の中で。ここなんかあったかな、イチゴ。いや、イチゴめちゃめちゃ田舎。三ノ輪村もだってイチゴですよね。イチゴも田舎のイメージですよ。全然全然田舎です、それ。宇都宮でしたっけ、県庁公園。そうですよ、宇都宮。ナス塩版とかね。あ、ありそうです。ご予定のもの。あ、ナス。ナスのイメージはいいですよね。僕の中でナスはちょっとこう、高級感があって、カルザーみたいな。あ、なるほど。ちょっと避暑地的な。あ、でもそうですね。雰囲気があります。宇都宮はちょっとやっぱ都会的なイメージ。カヌマ、本当ゴルフ。これは今日あのカヌマディスるから。そうだあれ。初めて。この辺だといわゆる山賊焼きと言うんだけど、そこをあえて言わないところにこのこだわりを感じますね。そしてパラヤダ、巻き紙ですよ。味噌だれですよ、初めてですね。味がついてるんですかね。あ、そうか、じゃあまず、まあいいか、もうついてたらいいです。めちゃめちゃうまいっすね。良かったです。マスター全部美味しそうです。美味しい。ありがとうございます。どういうシステムなのこれ？何これ？確認で。のなんだっけ？確認で。うん、そう。確認をあえて揚げてあるってことですね。初めてこんな。断面見てください、断面。なんか柔らかい。絶対。
浴びちゃったんだよ。うん、走って走って。目がでかっ、落ちちゃうよ。新食感。新食感。何これ。角煮をサクサクなのになんか角煮のトロトロ。で表面、うん、衣のサクが、うんうん、美味しい。なんで気がつかなかったんだろう。新しいね、うん、ほらほら来た、うん、ほら来た、うん、この脂身のね、トロトロっとね、うん、甘いしね、うん、初めて出会ったね、うん、これは、うん、でも松本で行けない。黒沢は佐久のお酒でしたっけ。佐久穂町だ。佐久穂町、はい、やってやってこい。おいしい。純米冷やこし。そうそう、純米冷やこし。うん。大世代。大世代っていうふうにこう、言い方がそうそう、言い方で。大好きでしたね。松本のネギですか、もしかして。わかんないけど。一本ネギですか。一本ネギですか。はい、どうぞ。器用だね。昨日ですよ。お願いします。ね。ちょっと昨日防災訓練だけどね。したらあれのツイッターがすごいなんか、ありました、うん、バズって。うん、まあ、ラーメン染みてるよね。うまっ。やるの、これ絶品ですよ。お肉柔らかいね。さっきからお出汁がすごくいいね。それがいいですね。ラスト食べた。すごめんなさい。トリュフね。トリュフ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 。トあ、ごちそうさまでした。美味しかったですね。思ったことあるんだって。よかったということで、まぶきさん閉めますか。行きましょう。松本ブラック中華そばはここしかないんで。松本ブラック。すごい。
が俺これ意外になるね。ああ全然食感が尖ってない。面白いね。見た目と全然違うね。これ飲んだ後に最高のやつじゃん。ネギともやしと、うまいっす。美味しかったですね。失敗。いや、ここ